今日は包丁作りに来てくれてありがとうございます。一緒に頑張って作りましょう。燃えないように気をつけてください。よろしいですか？包丁の形が大体こう決まるんで、しっかりくまモンらしい包丁を作っていってください。すぐパリパリかける脆い骨になってしまうんで、次はですね、焼き入れをした後は焼き戻していって、硬くなった鋼を次は170度から180度に熱して、で次は水で冷やすことで、硬いだけじゃなく硬さの中にこうちょっとバネみたいな粘りを持たせて、で切れ味も良くてかけにくい歯にしてあげるのが焼き戻し作業になります。で次はですね、温度が低いんで色じゃ温度が判断できないんで、次は水をかけて、でその水をかけた時の弾く音や湯玉の転がり方で温度を判断してあげます。
ちょっと見ててください、水をかけた時の反応。聞いててください。つけて、あのつけた瞬間がくまモンが作ってる包丁が包丁に変わった瞬間です。刃物にこの焼き入れ、焼き戻しをした瞬間が今鋼の方は包丁に変わったんで、次は今から研いであの真ん中に入ってる鋼を出していってあげることで初めてこう切れるようになります。できました。